はい、じゃあもう1ゲームいきます。じゃあちょっと1人ゲスト呼んでいい？ゲスト来たで。お、うわ、あれあれ出ましたワンナイト人狼やろ俺の生誕でいいよじゃあ行きましょう。じゃあ K を1、2、3、4、5にしますね。行きましょう逆にそれだけ釣らなくて。じゃあ目つけるボワラじゃじゃーんピー僕、うん、はい、よし行きましょう、はい、よーいスタート。よっしゃ、村人です村人です俺回答。お、はい、誰を取った？何を取った？トキ君取って村人でした。やった、俺奪われがち。二人は？あ、村人なんで慣れてると思ってんの？うわ、俺と一緒やん。お前、まさか人狼なのか。その手を受けろ。分かる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 。世界です。え、占い師は？占い師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 おらんの？おらん。墓地ですか？墓地か隠れとるかっていうことは様子見よるかもね。1分30秒目でもこういう時占い師大体トッシー。そういうことだ。そう最初には出てこんのよ。トッシーもしも占い見てみ、あの神獣の数神獣の数かちぎって海戻したのか海にお米みたいなやつ。占い師はそれお米なんかあれやね、パールいじられがちなんだはい、確かに占い師じゃない。占い師じゃない、普通に村人です。村人、うん、お前やんお前か一番お前なんだ、なんかあるやん、なんかあるやん、その感じ。あ、言える？言えんやつ？言えんね。あ、じゃあもうてるてるか人狼。あ、なるほど、うん、てるてるか人狼って一番危ないこと一番危ない占い師ほんまにおらんのこれ。じゃあ墓地なんっていうことになるね。もう出てこんやろ。でもあとね、5秒ぐらいしたトシが言い出すんだよ。だから言おうと。おいおいおい、いや実はね、俺が占い師なんよって言い出すから。俺が占い師だよ普通に占い師だよ、本当に占い師。違う違う言ってみたらこれ何も進まんやん、何も分からんやん。何も進まんぞ。タックンの回答ってことしか分かってないじゃん、うん、そう、で、コウキ君が村人っていうことしか分かってない。村人です。で、あとこいつがてるてるかしんのかと。ゆうかどくさん、ゆうかどくさん、楽しいね。あ、今俺100問テスト100点やった。おーマジ100点やって、すごいよかったやん。じゃあ行きますか、トッシーや。トッシーか、トッシー。なんかそういう時大事ですよ。ああ、なるほどね。はい、ということで、ワンナイト人狼、皆さんもしてみてはいかがでしょうか。ということで、レッスン行こう。